皆さんおはようございます今日も一緒に聖書の言葉を学びましょう皆さんが今思い悩んでおられることは何でしょうかイエス様の周りにもたくさんの思い悩みを持っている人たちがやってきましたその時イエス様はきっぱり思い悩むな「思い悩むな思い悩むな 思い悩むなマタイによる福音書の6章の25節から34節を見ますと3回も「思い悩むな」と力強く私たちに語りかけられましたそして「空の鳥を見なさい」「野の花を見なさい」というあの有名な話をされました「空の鳥」 野の花私たちはいつでもどこでも見ることができるものでありますそれらを用いて空の鳥を養い野の花をきれいに咲かせる神様が価値ある存在として作られた人間を養ってくださらないはずはないだろうだからあなた方ができることは 神様を第一として過ごすことであり、毎日毎日、その時その時を、神のために生きればよいのだとメッセージを語られました。そこで今日は、重い悩みを解放する神について、3つのことを学んでいきたいと思います。第一、神はすべての必要を満たすことによって、重い悩みを解放されます。神は すべての必要を満たすことによって重い悩みを解放されます。神にとって私たちは尊い存在である、価値ある存在であることを極めて強くイエス様は強調されました。私たちはさまざまな悩みを持ち、重い悩む中で苦しむわけでありますけれども、イエス様はストレートに、 6章25節で、だから言っておく自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうか、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。単純に思い悩むな。基本的に食べること、着ること。 誰もが悩むことでありますが悩まなくても大丈夫だよと言われるそして空の鳥を見なさい野の,の花を見なさいという話をされた6章25節を見ますと「空の,の鳥をよく見なさい種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしないだがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる」 あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。単純に言うならば、空の鳥を見なさい、神様は養っているから、あなた方は養ってくださるよと言えばいいはずでありますけれども、より強くイエス様は、空の鳥をよく見なさい。そして種もまかず、帰りでもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の天は 鳥を養ってくださるその鳥よりも価値あるものとして作られたあなた方を神が忘れることはないそう言われましたそして野の花を見なさいというメッセージを次に語られた「なぜ衣服のことで思い悩むのか野の花がどのように育つか注意してみなさい」 働きもせず紡ぎもしないしかし言っておく栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった明日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の花でさえ神はこのように養ってくださるましてあなた方にはなおさらのことではないかこう言われた野の花を 映画を極めたソロモン王の時代のあの素晴らしい神殿よりも素晴らしい輝きを放すものとしてくださった神があなた方のことを忘れることはない価値あるものとして神様が私たちを作ってくださったから その価値ある人間の必要は私が満たすから大丈夫である。空の鳥を養ってくださっている神が私を養ってくださる。あなたを養ってくださる。そのメッセージがここに記されているわけであります。フィリピンの信徒への手紙4章19節 私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものを全て満たしてくださいます神は私たち一人一人の全ての必要を満たすことによって重い悩みから間違いなく解放されますだから重い悩むなとイエス様は言われるのです 第二番目に重い悩みの中にとどまることによって問題は解決しないということです。第二に重い悩みの中にとどまることによって問題は解決しない。重い悩みは人を神様から引き離します。もともと重い悩むという言葉は いろいろな方向に心が向いて混乱している状態を示す言葉であります。本来神の形に作られた人間は神を見上げて神と共に歩む時に重い悩みから解放されて神と共にある恵みの生き方をすることができます。しかし神から離れて 問題だけを見てしまうときに苦しみどうしたらよいのかわからなくなってしまう混乱してしまう私たちを神様から引き離そうとする力サタンは私たちが問題だけを見て神様から目を離して苦しむことを喜んでいます 重い悩みの中に私たちがただ単にとどまっているならば、問題は大きくなる一方であります。イエス様はここでも、重い悩んだところで寿命は延ばすことはできないだろう、はっきりと私たちに言われました。しかも、 信仰の薄いものよ。思い悩むことは、異邦人のすることである。すなわち、まだ神を信じてない人たちがすることであるから、あなた方のすることではない。信仰の薄いものよとまで言われる。だから、イエス様は、空の鳥をよく見なさい。 野の,の花を注意してみなさいと言われる重い悩みの中にとどまるとするならば問題は大きくなるだけであると言われた私たちは重い悩みの中にとどまってはいけないではどうしたらいいのかそれは重い悩みを解放する神に 従うではどのようにして従ったらよいのかそれは神の国と神の義を求めることです6章33節何よりもまず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは皆加えて与えられる神を大一とするならば神様があなたに必要なことは すべて知っておられるからすべて満たしてくださるあなたの思い悩みも必ず解決してくださると言われる神の国これは神の支配を意味します神の義とは神の正しさを意味しますすなわち神の支配の中で神を第一として神の正しさ私たちが神の御心を求めて生きるならば神様は私たちも必要を満たす 思い悩みから間違いなく解放してくださると約束してくださっておりますこの三十三節をリビングバイブルで読みますと神を第一として神が望まれる通りの生活をしなさいそうすれば必要なものは神が与えてくださいます 神の支配の中で、神の正しさ、神の望まれること、見心を求めて生きるならば、神様が全ての必要を満たす、私たちの抱えている重い悩みを解決すると断言してくださっておる。なんと素晴らしいことでしょうか。重い悩みを解放する神に従うということは、もう一つ、信仰をもって、 今をしっかりりととと生きるということでありますイエス様は神の国と神の義を第一の求めなさいと言われたあと後に34節だから明日のことまで思い悩むな明日のことは明日自らが思い悩むその日の苦労はその日だけで十分である」「わからない明日のことだけを思って苦しまなくてもいいのだ」 今日、今、神に従って生きるならば、神が責任を持って、あなたの人生を導いてくださると言われました。私たちは、思い、悩む、暇はありません。その時間があるならば、神の国と神の義を求めたいと思います。そししてて結果として 神の国と神の義を求めて生きる時に神が全ての必要を満たしてくださり重い悩みから解放された生き方をすることができます皆さんの中で今重い悩みがあるならばそのことも含めて神様に祈りたいと思いますそして今神様のためにしっかりと生きたいと思いますそしてそれをイエス様は それでいいんだよと言ってくださるなんと素晴らしいことでしょうか思い悩みを解放する神に従いましょうアメン